さあやっていきましょう。もしきよシリーズのパート48でございます。もしきよ、もしも1年目の清宮がハムで4番でスタメンを張り続けたらどうなるのかシリーズですね。1年目っていうかもはや3年目です。3年目の清宮ですね。現実でも3年目、清宮現実ではまだ試合が今年開幕してないから活躍がどうのこうのとか言える次元にない、そんなコロナの中ひたすら動画を上げていきましょう。あ、トラッキング外れて真顔にVTuber 化も果たし、とりあえずやることは焼き付くの動画っつってね。今日なんか結構寒いね。実は結構寒いね。これさ、2軍の選手でも上げられないかな。カワード人数はギリギリなんかな。カワードとかいう、もう出すのが決まったから、ただひたすらひたすら休憩させられてるかわいそうな選手、ひでえよなどんな球団ならって思うよな今日は4月の第3週ぐらいなので3週分の前半と後半だけやろうと思いますね。コロナ週間なんでね、なんか面白いことが一つもねえかなという、そんな自分に上げていきたい。焼き付くの動画、今のところカワード0勝2敗、投げるだけで負けを呼び込んでいるピッチャー。カワード3敗目、投げるだけで負けを呼び込んでくるピッチャー、カワード3敗目でございます。いやー、調子いいんでね、矢野投げさせてみますか。キャッチャーはまあ野口でいいかな。おお首だこいつ、もう矢野こりゃひでえな。桜井に代わって2回でピッチャーを下ろして3回で桜井に代わって、桜井もめった打ちに合ってる。投手成績、桜井、矢野を見ると 31.50、 これは凄まじいですね。西武にボコボコ。さあ、勇気かな。ここは勇気か清水か、どっちがいいかな。うーん、難しいところ。清水投げさそう。西武は左打者が多いから、清水。よし、なんとか勝ちを拾えた。清水はいいピッチングをしたんじゃないでしょうか。清水秋夫7勝違う7回投げ7回と3分の1投げで被安打7、まあまあ打たれてるけど打三振6。やっぱね、西武の打者がね、やっぱ左がまだ多いんじゃないかな。左で来て、この人わからんな。渡部金や、まあいいや。まあそうか、高木宏之のダイストーンに求めたから、でもまあ、スイッチヒッターで松井が左、高木大成が左、西浦は右、玉野は右、鈴木健は左、長嶋佐藤は右なんで、まあ、5番ぐらいまで左が、まあ、松井和夫はスイッチだからどうも言えないけど、5番ぐらいまで左が続く打線、おまけに6人、9人中6人が左打者ということでね、西武には左打者を当てていきたいと思う今日この頃ですね。なんかね、現実のプロ野球でも結構西武には左を当てたら勝てるっていう時期があった。今から10年前か20年前か忘れたけど、そういうこの時期の西武は左打者を当てたら勝てるって。左打者が多いから左投手は誰だ、これはあれか、あの外国人選手が左投手を当てたら勝てるっていうのがありましたね。あ、目をこするとトラッキングが外れる。あれ？あ、もっともった。さあ、次のカードなんか試合を見ていきましょう。特に変化なし。ねえ、こんな10分ぐらいの動画になっちゃうよ。おっと、これは熱いな。勝たなければいけない。しかし先発はカワード、1試合目にはカワードを当てていく。おーし、ナイス。初回に4点を取ったファイターズ、稲葉のホームラン。しかし吉岡に1点を取られ、大村に1点を取られ、
でもその後も追加点を加えていき、最終的に2点を取られたものの、堀田が2点を取られたものの、いや投手成績で見るとどうなの、カワード早く早めと降りたの、カワード3回で降りてるね、3回ここで。ちょっと監督がちょっとよくわかんないな、監督がさ、監督ちょっと気が早すぎない、せっかちすぎない。さあ近鉄、ここの対決は次回に持ち越し、ここで次回っていうかその次の試合に持ち越し、よし。いやーいいですね、関根がいいですね。そしてここ今うちの順位は3位なんで、ここ大事ね、投手成績、関根はいいね、新庄のモーが飛び出します。さあめちゃくちゃ焼きつくないで猛威を振るうピッチャー山村弘樹との対決、しかしこちらも勇気で対抗、そちらから近鉄から奪った勇気を即当てていく、即ではないけど取ったの結構前だけど、さあ古巣に恩返しができるんでしょうか。あのよくプロ野球でね、あのなんか古巣に恩返しみたいなのあるよね、なんかホームラン打ったりしてさ、勝ち星してあげたりしてさ、全然恩返しでもなんでもないよね恩返しでもなんでもないよね、なんか古巣のファンからして思うことは、自分らの球団には投げてくれって思うよな、投げて打たんてくれっていう、ね、ピッチャーだったらね、もうあ、またトラッキング外れてる、ちょっとフェイスリングの調子悪いですね、ずっと顔が止まってる、止まっているんだったらもはや使わなくていいんじゃないかなっていう、よく外れますね、なんでなんだろう。はい、近鉄です、近鉄です、去年優勝の近鉄、去年2位のうちのチームとしては近鉄には負けるわけはいかない、ローズが2人おるんだが近鉄にローズが2人おるんだが、あー結構口開けないとあーってならない、新庄フォアボール、よしここで盗塁、おそらく近鉄のキャッチャーはボロボロ、この遅さよ、これ3投いける、これ3投いけますね、いけないやんけだっけマクレガーだっけ、忘れた、マッキンリー違う、ヴィンセントだ、全然違ううちから近鉄を内部から崩壊するために送り込んだスパイ、ヴィンセント、スパイっていうか、あの肩がもうボロボロになるだろうから、まあ、そろそろ近鉄潰しのために、ね、近鉄のキャッチャー的山と磯部を取ることによって、的山と磯部を取る引き換えにヴィンセントを手渡したという感じね、ヴィンセントはもうあのすぐ衰えるから、うん、その衰えたヴィンセントを使う近鉄はキャッチャーボロボロに、キャッチャーボロボロではこの焼きつくというゲームは勝てないということでね、送り込んだヴィンセントなんですけど、新庄ぐらいはさせると。さあ勇気ノーアウトか、おっとやっぱキャッチャー大事ですね、野口がアウトにしたと。さあ2番大村、じゃあ右左のバランスがいいな。さあすごいアウト、小笠原ヒット打ってほしいところだが、山村はいいピッチャー。さあここ大事、スイートボール、そんなに肩まだ衰えてないかな、ヴィンセント、その作戦はバカでは、え監督がちょっとアタオカ、やっぱゼロ万円の監督はちょっとアタオカだわ、やばいねこれは、どうしよう、こんなの普通にやってんだ、3投やばいね、これは監督で負けるぞ、基本的に監督の指示には指示をこう止めたりはしたくないけど、
さあ清宮の打席です。あ、三振、くるみ三振。5番のヒット打って出てますが、さあ稲葉さ走れるかな。あ、ちょっとスタート遅くない今。せーさあ金子待ってこそ。ファールファールファール。2割3分じゃなぁ、金子が。2割3分じゃなぁ。うわっ！さあ、結城のピッチング。5回表のピッチングですね。ここで投げ切れば一応、規定投球回というか、なんつうかな、試合を作ったと言ってもいいでしょうね。田中健介アウト、坪井ヒット、ナイスヒット、坪井即盗塁。さあここ絶好のチャンス、得点圏に置いたまま小笠原で勝負したい。小笠原で1点もぎ取りたいところですね。結城に勝ちをつけさせたい。いや、いいシュートですね。左バッターに対して外角に逃げていくシュートでしょうね、今のはね。山村ぐらいになる、なってくると右にも左にも変化球がこうほぼ5段階にあったら4段階ぐらいになっているので、シュートも切れると。あー、小笠原をもってしても1点もぎ取れない。これが近鉄山村ですね。焼き作りの切るスーパーエース。まずいね、ちょっとランナーノーアウト1塁2塁、この場面でローズ、タフィーローズですね。打率は2割4分6厘と、そろそろ衰えが見えてきているのかなっていう感じですけれども、ナイススライダー、内角低めに落ちて、おっと片岡敦史が出てきました。ただいまコロナで闘病中の片岡敦史ですね。いやー、YouTube とかでもね、アウト、もうちょっと片岡にして、あ、まだつまんない。近鉄の監督も片岡だな、ね、YouTube か何かでね、YouTube で入院中の様子を、ショッキングの映像が公開されてましたけども、片岡。あ、この焼きつく、今回3割7分1分、非常に高い打率を誇ってますね。あっと、まずい。ナイスヒットですね。片岡も元気になってもらいたいと思う反面、阪神時代のコーチとしてはこうちょっといまいちだったり、日ハムがやっぱ阪神に FA で移籍して、その時自分は阪神ファンだったんで、片岡これ活躍すんだろうと思ってたんだけど、まあ、なんかこうもうちょっといまいち、お、清宮のファインプレーが出ました。もうちょっと活躍するかなと思ったけどね、あんまり活躍しなかった。山村、まずは一人目を抑えていきたい。ね、金本体制での片岡コーチはこう隙あればこう右打ちしろみたいな感じで、なんか阪神全体の打撃成績は悪くなったんじゃないかみたいな感じのことを言われてましたけど、でもシーズン通してみると別になんか打率もそんなに下がってないの不思議なんだよ。センターフライに終わりました。2アウト、ランナーありません。得点は低かった気がするけどね。投げた、あとボテボテのゴロ、しっかりとキャッチ。いやー、1塁へ送球、勇気、接戦ですね。きっちり行きたいところです。まあ見ていこう。7回表大事、ちょっとここで崩れる傾向が見えてきたら速変えよう。おっと、でも今のは打たれたわけじゃないね。ヒットです。いやー、ちょっと悩むな。先に抜け出すのはどちらのチームだ。投げた、ボール。ちょっと悩むね。ここは変えたいっちゃ変えたい、変えたくない、変えたいような気もする。左、おそらく次が大村だから左左とする。この場面ボール、バントの今構えをしたね。走った、盗塁失敗。よし、バスターエンドランをかけてきましたね。近鉄もかなりこう攻撃的な監督ですね。しかし打たれる。
三塁も狙う。セーフです。これどう見る？三塁を落とし入れました。ホームラン。結城はピンチに弱いんで。あー厳しいな。あえて立山を左、原田かな。うちで左って言ったら原田が清水。ピンチでの強さなら原田かな。原田。ここでピッチャー交代です。大村を抑えてくれ原田。勝ちたい。勝ちたい勝ちたい勝ちたい。ストライクはナイスボール。いいフォークです。さあ2球目ボールでいいよ。いやいい、今のは外角に逃げるいいスライダーだったね。ここまで組み立ては完璧。3球目三塁ファールフライ完璧ですね。原田いいよいいよ。さあ近鉄の誇る謎の選手マウリシオ、去年の原動力ですね。2年目模式のシリーズの日ハム優勝を阻止したと言っても過言ではないこのマウリシオ、近鉄のダメだ、マウリシオが抑えられんなあ、モラトラッキング外れた。なんか変だね、背筋ピンとしてやるな。あ、そうか、これをもうちょっと投げました。これをもうちょっととか言って、もう一度牽制です。マウリシオが走るってことはないでしょう。ないでしょう。投げました。ストレートが外れてフォアボール。倒れたな。どうするかな。ストレートのフォアボールをランナー一塁に置いて出したぞ桜井。これは危険じゃないか。ローズへの初球もこれは危険、これは危険のサイン。これは変えた方がいいね。立山にスイッチ。これはね監督のね、アザラシ監督の目が冴えてると言ってもらいたい。今の桜井の6球連続のボール、これを見ての交代。あ、ミスミス類をプレゼントする格好になりました。立山なら、立山なら、あっと初球がボール。2球目素晴らしい。立山ならやってくれると思っていた。しらじらしい。山村まだ投げるか。稲葉変えてえな。でも調子いいしな。見送ってボール。ワンストライク、ワンボール。次。よし、よく止まった。このシュートがね、止まれないんですよ、山村はね。もし、ね、遊ぼうの方でやると。シュートがこう、グッと曲がっていく、それぐらいの変化量になってるから、ね、外に向けて。金子変えたいな。変えたいけどな。例えばセーフティーバント作戦をしようにも、セーフティーバント作戦をしようにも、これ磯部にす。次の回相川にします。代打島田和樹、和樹一気分かんね。空振りストライク。見送ってなんとなく将来的にはこの島田がクリーンアップを打ってる気がするな。ストライク入ってカウント2エンド1。結構代打の神様みたいな、代打のなんか切り札みたいな感じで日ハム時代、現役時代は結構使われてましたよね。あー足がもうちょっと速ければ。さあ片岡です。このまま立山で行きましょう。
片岡の打率がやべえ、3割8分1厘。ストライク。これここら辺を今のあの辺りをこう今回のサムネにしよう。片岡選手、片岡選手じゃないな、片岡さん回復してねっていう、そういうことです。梨田とかもどうだったの結局さ、野球、プロ野球感染者、プロ野球関係者も結構コロナに感染してるけどさ、梨田の続報が入ってこないのは気になるんだけど、なんなら近鉄だからさ、監督あれだよね、梨田だよね、わかんないけど、ファール、次とか言って、投げた、見逃してストライク、追い込んだ。いや、ヴィンセントはもう打率1割2分7厘だからね、もう打つ方に関しては足引っ張ってしかいないよね。これがうちのスパイ、ヴィンセントですね。内から送りか込んだ次元式の爆弾といってもいい。そのワンシーズンのみは活躍するかもしれないが、ツーシーズン目ではさすがに衰えが激しすぎて、キャッチャーとしてはボロボロというね。そのボロボロのキャッチャーリードとかの中で山村があれだけ抑えてるのはすごいよな。ちょっと左目がうまくいかないな。さあ金村で、じゃあ田中圭介で使っていくのはセーフティーバント作戦。いや打率1割1分5厘、まあもうここはもうセーフティーバント作戦の方が出塁の可能性があるよね。8回までを球数82球で投げ切るこの山村とかいう化け物は、ここでボールが欲しいですね。もぎ取りたいボール、2-3からもバントでいく。いや、さすがにやってきますね。山村はフォアボールにはしないよね。コントロールがいいからね。なんとかここで出塁したい、そんな感じではありますが、打球は三塁側スタンドへ。さあ次はどう来るか。さあどうだ、これは一二塁か、素晴らしい。さあヒットが出ました。即盗塁よね、うん、監督ではないんだけど、指示はファックスが飛んでます。監督のものにファックス、即盗塁させろってGM からのね、アザラシ GM からのファックス。カサカサ。バカが、おい監督が畑岡だよ、おいあートラッキングが外れちゃった。なんで二塁から三塁に走らすの、この監督は。バカだろ、マジでバカだろ。やっ、これ走らさなければさ、チャンスめっちゃ潰してる。9回の表、いやちょっと驚愕ですね。ここでピッチャー交代です。この試合監督で負けるぞ。2塁から3塁に今日の試合だけで3回走らせたから、多分2塁のままだったらまだチャンスがあったでしょう。これはこれがシーズン中もたびたび起こってるんだとしたら、いやどうかなこれ。監督来月にも変えた方がいいかもしれないね。しっかりとキャッチ、一塁へ送球。今月でもいいけど、あんまりコロコロ変えると選手のこう機嫌が悪くなって、あの高年俸を要求されたりするんで、二塁から三塁への盗塁はちょっと
打ち損じたか。取りました。一塁へ送球。セカンドゴロに切って取りました。バファローズちょっとリードです。ファイターズノーアウトでランナーを出したいところです。アウト3つ分献上してると変わらないのね。新庄すげえな。だどんだけこう1、2番が出塁したとしても盗塁してるから、クリーンナップが塁を切り絵にするんじゃなくて、監督が自らの手で盗塁させることでクリーンナップしてるよ。クリーンナップさせてる。ダメだ。取りました。一塁へ送球。セカンドゴロに倒れました。バッターここまでノーヒット。起死回生の一、うわ、清宮の打率ひどい。1割7分6厘。シュート。なんだこの打率。打った。お。いや、ファールかと思った。真ん中高め、ボール球とか言ってた。いや、首の皮1枚。これは熱くなってきたね。オバンドも長打を狙う。4割3分1厘。オバンドが4番打てよ。何やってんの、うちのチームは。でも、オバンドは打つんですね。さあ、オバンド即盗塁の。石本を出そう。いや、まあ調子がいいのでね。いや、まあ調子がいいのでね。これはいけますね。いけますね、三投。俺が指示を出す。これが石本よ。足のスペシャリスト。さあ、稲葉です。これは全然犠牲フライいけるのでは。よし、よし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 。いや、いい試合でした。これはうちのこの模式用シリーズでもかなりの名試合ですね。9回ビハインドから清宮の長打狙いでのホームラン、そしてオバンドのツーベース、オバンドのシングルヒット、石本の2投3投、そして稲葉の犠牲フライと完璧。 GM の采配がピタリと的中しております。これは花丸ですね。近鉄にすごい勝ちっぷり。僅差で勝っ ものにしたね。これ揺り戻しが怖いね。1億2000万円、そして1億2000万円のお金をゲットということですね。イチローが猛威を振ってるが、ホームランではうちのチームも軍配が上がる。これね、こんだけホームランが出てて打点が伸びてないっていうのはやっぱりちょっと監督がおかしいのかなって思うね。だから塁を貯めとけばホームランで点が入るはずなのに溜まってないわけだ、塁がね。一度まだ1500本なんだ。まあそんなもんか。まあそんなもんかっていうか、まあそれでも十分多いか。うん、あれ？あ、間違えて。間違えて押しちゃった。もう戻せないからな。ボタン押しちゃったら戻せないからな。間違えた。これ勝てたら大きいね、オリックス相手に。よし、これは大きい。6連勝、しれっと6連勝。あ、でもどうしよう、次回が
次回がちょっと弱くなっちゃうなね、どうしよう。いやー、まあ一郎は打ってるけど、一郎以上にまあ岩本 0.3 ミラバルもセーブ数上げると7連勝じゃん。おー、したいけどな。なんだって、マリーンズから立川あたりを出すの、しかも橋本タスク、相川と橋本タスク、はあなるほどね。お橋本っつってな、今回は見逃すか。でも面白いとは思ったけど、まあ総合的な面で相川は正捕手にはなるけど、橋本正捕手はちょっとこう、どうかなって思ったりする面もあるんで、まあこれはこれでいいとは思う。ちょっと一人新人が捕まったので信じます。結局なんか長くなっちゃったね。会えねえメンツだな。誰一人なんかこう大して活躍させることができなさそうな気がするわ。さあ、じゃあまあ今日はここまでということにしましょう。ここまでということにしましょう。次の回がね、もしかしたら5月に入ってからになるかもしれないね。今日やっちゃって、今日その4月の4週目の前半やっちゃったんで、次やったらもう5月に入ったっていう風な感じになっちゃうんで、試合後がね、まあ、今回は次回は5月になってからあげます。今日はここまで。いい試合でした。ほなまた。